皆さんこんにちは。元気ですか？いつもご視聴ありがとうございます。34回目の動画投稿です。今回はスマートスピーカーの話です。皆さんはスマートスピーカーをご存知でしょうか？ AI、いわゆるですね、人工知能によるアシスタント機能が搭載されたスピーカーのことで、スマホなんかでよく使う OK Google とかですね、 Hey Siri といったあれですね、このスマートスピーカーの種類というか、代表的な AI は、Google であれば、Google アシスタント、Amazon なら Alexa、Apple なら Siri、そして LINE ならばですね、Clover と、代表的なものだけでも、4つあります。わしはスマートスピーカーとして、Amazon の Echo Show 5と、あと LINE の Clover Wave を持ってまして、便利に使ってるんですね。少しお見せすると、エコーショー5はこんな感じになります。アレクサ、こんにちは。こんにちは。話しかけられると嬉しくなります。アレクサ、明かりをつけて。はい。アレクサ、テレビをつけて。はい。アレクサ、テレビを消して。はい。アレクサ、明かりを消して。はい。アレクサ、今日のニュースは？清さん、今日の午後の新しいフラッシュニュースはありません。同じ内容をもう一度再生します。次、クローバー5は、こんな感じです。クローバー、おはよう。おはようございます。今日はゆっくりなのでしょうか？クローバー、テレビをつけて。はい。ちょっと危険ですよって、そういうのが誘導ブロックといって、一応教えるためにある。クローバー、展示です。テレビを消して。またこういうものを街中で見かけたとき、はい、クローバー、明日6時に起こして。22日の6時にアラームをセットしました。クローバー、今日の天気は？今日は曇り、時々晴れでしょう。降水確率は 30% です。最高気温は前日より5度低くなり、2度の予想です。クローバー、ありがとう。喜んでいただけたのなら、私も幸せです。両方とも使い方によっては非常に有用で、まだ持ってない方だったらですね、購入してもいいかなと思う人もいるかもしれないですね。特に LINE クローバーに関して言うとですね、わしは発売当時にですね、1万数千ぐらいで購入してるんですけども、現在中古でかなり安くなってますし、Amazon の Echo 5 Show についてもですね、モニター付きで、多少高くても欲しい人がいるかもしれないですね。ただ注意なんですけども、欲しいからといってすぐに飛びついたらダメですよ。まず LINE のクローバーウェーブなんですけども、スマートスピーカーとして使えるのは今年の3月30日までと LINE からアナウンスされています。こんな感じです。このアナウンスの URL をですね、概要欄に貼っておきますね。でまた3月30日までにセットアップすれば Bluetooth スピーカーとして継続して使えるということなんですけども、この URL も概要欄に貼っておきますので、購入を検討するのであれば、必ずこの URL のアナウンスを見てですね、納得した上で、購入を検討することをお勧めします。わしの個人的な見解として、3月30日までに Bluetooth スピーカーとして PC とペアリングして、かつ2000円以下なら購入もありかなというふうに思います。実際にわしの船の先生、T さんもわしが使っているクローバーウェーブを見てですね、購入したいということで、先日1700円で中古品を購入しまして、で現在使っています。いずれにしてもですね、これから中古品の投げ売りが本格的に始まると思いますけれども、価格に騙されてですね、購入して後で後悔することのないようにですね、ガジェット関連に詳しくない人は購入しない方がいいんじゃないかなというふうに思っています。一方、Amazon のエコーショー5なんですけども、
Amazon や楽天市場ではですね、新品で8000円以上で、中古でも4000円以上で販売されています。わしはこのエコーショー5を昨年末の Amazon のバーゲンセール、ブラックフライデーで1980円で新品を購入したんですね。異常に安いんで、特にいらなかったんですけども、あまりの安さにですね、まあ、条件反射的にポチったんですよ。でただですね、まあ、実際に使ってみると、まあ、モニターやカメラもついてるんで、まあ、クローバー以上にですね、まあ、いろんな用途に使えるんで、 LINE クローバーのスマートスピーカー撤退もですね、ある意味理解できるなと、まあ、納得しました。ということで、わしの提案なんですけども、まあ、Google はよくわからないんですが、まあ、いずれにしてもスマートスピーカーを欲しい方はですね、まあ、とりあえずは今はスマホの Google アシスタントや、まあ、Siri で我慢してもらって、ちょっと先の長い話なんですけども、今年の Amazon のブラックフライデーで、まあ、Amazon デバイス、特に安くなったエコーショー5を購入した方がいいんじゃないかなというふうに思っています。なんか後ろ向きな提案だと思いますけども、物欲っていうのはキリがないんで、賢く買い物をして、余裕資金は、まあ、投資に回せと、まあ、いうスタンスでですね、無理なく老後資金を貯めていってくださいねと、まあ、いうことですね。はい、それではまた会いましょう。バイバーイ。